ございます。今朝の6時です。これからエステに行って、まつげエクステの方に行って、髪のメンテナンスいつも行ってるんですけど、行ってエステに行って打ち合わせに行って、今日の一日が終わるという形なので、森崎の一日に密着をしていきたいと思います。で、今日ね、なんかね、30度らしいんだ、よくわかんないんだ。なので私日光苦手なので、ちょっとサングラスをしていきたいと思います。で、お気づきの方、撮りました。そんな感じです。では行ってきたいと思います。顔がすげえむくんでるわ。リップライン塗っとこうかな。リップ塗るか。はい、それではリップ塗ったので行ってきたいと思います。マジで炎天下じゃん。あ、帽子忘れた。いっか。はい、風がすごい。今はですね、まつげエクステをつけに来ました。なのでスペアも眩しい。風がすごい。今からまつげエクをつけに行って、その後にエステに向かいたいと思います。体のエステなので、体のメンテナンスに行っていきたいと思います。マツエクのカラーは今回はボルドーをつけていきたいと思います。はい、これが付け替える前です。はい、こんな感じの秋カラーになりました。すごい秋感。まだ暑いです。とりあえず今からエステに向かいます。なんと途中で39円でサンダルが売ってたので、外用のサンダルを買ってきました。声聞こえてなかったかもしれない。とりあえず今からエステに向かって歩いてます。はい、エステはいつもここは一緒のところに行ってて、前にも生放送で出したことがあるのでぜひ見てください。はい、眩しさが消えたので一旦見ました。では入っていきます。あ、虹ができてる。ここね、いつも虹ができてるの、すごい綺麗。はい、ということでこんな感じでエステに来ました。今のところ裸でございます。なので撮れません。ちょっと今日は久々なので痛いかなと思います。本当に痛くないんですよ、マジで痛くないんですけど、私が YouTuber の方にも書かせていただいたんですけど、私が結構通ってる、もう毎回通ってるビュースタっていうところなので、皆さん検索してみてください。じゃあ今日はゴッドアンドの声だけ聞いてください。NG らしいです。絶対これ足痛いよな。すごいもん。うわお。でもそんなに悪くないかな。左が痛そう。左は右か。ああ。でもなんかずっとムクムクしてた割にぐらい。ずっとムクムク。あーでも痛い。あー痛いことはしておりません。取りこがった。入るから。じゃあそういうイメージでお願いします。イメージか。 NG 解けるかなと思って。事務所 NG が解けるかなと思ったんですけど、それくらいじゃあ解けないね。乗りこカッターを操ってる美人で、なんだ、皆さんイメージできます？のりこカッターってなんだって多分思ってる。のりこカッターっていうですね、カッターがあるんですよ。こういうシャ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 っていうすんごい動きをするカッターが。ハンドパワーでね。そう、ハンドパワーでもなんかもはや違う人になっちゃう。ハンドパワーで脂肪をカットしてる。脂肪カットできるのりこカッターっていう便利なものが。シャキーン。シャキーンって。現在ご覧の方ちょっとお安くしております。お、だってなんてね。なんてね、だって。あー、刺す。そこ痛い。なんだろう。気のせい、気のせい。気のせい、勘違いらしいです。あー、来る。ずっと痛いやつだ。あ、映ってる。あ、痛いよー。そっと。これあれみんなあれだからね、動画撮ってるからとかじゃないからね。マジで。あーざーす。
さんの声やめてもらっていいでしょうか。アザースって言った今。1、2ヶ月来てなかった割にはっていう感じ。そうね、いつものもっとひどいかなと思ってる。もっとひどいかなと。久しぶりだったからね。そう、いや本当はね週1ぐらいで来てたんだけどね、全然来れなくなっちゃった。褒めていただいてよかった。そんな褒めてないよ。ね、褒めてないのこれ。褒めてるかと思った、うん、褒めてはない。褒めてないって思ったよりマシだったっていうだけだ、ね、マシだったっていう。マシだった。誤解しないように。褒めてるかと思った今。褒められてるかと思った。マシだった。マシだって。思ったよりは大丈夫でしたよ。もうすげえだろうなって思ってたよりはマシだった。そんな人聞き悪いの。もう腰なう。ああ痛い腰痛い。いや腰ってなんで凝るんですかね。体重があるから。ああ。すごいピンポイント聞いちゃった今。体重があるからだって。肉が移動中。やばくない？こんなに優しくさすってるだけだから。優しくゴッドハンドが。何一つ辛いことはしてないよ。これ毎回言うんだよ。毎回毎回動画でも。いや誤解を招きかねないからね。痛くないからね普通の人はね。体の状態が良ければね。そうちゃんと血が通って。私はピンク星人だから。ピンク星人は痛いんだって。そう、ピンク星人みんな痛いよきっと。嘘つけ。あ、痛い。パソコンとかみんないじってる人はねちょっと ね、ここら辺痛いかもしれない。肩とか凝ってるからね、うん、だって前より凝ってるもんきっと。肩、あーだー。でもこの一瞬で取れたと思う。だいぶお、みんながだから今のりこさんに施術をされてる感覚。本当にみんなエステ受けてますから今。顔隠そう。今皆さんがエステを受けてます。じゃあみんな痩せたね。あほらマジでこんな感じ。今は施術をされてます皆さんが。下から撮るのやめてる。女子がみんな言うやつだ。まあ体質自体はそんなに悪くなってないから、うん、そうだいぶ変わった。だからみんなが痩せたねってよく言ってくれるけど、ここに来てるからですよ。でもね楽しくやんないとね。そうだからずっとメンテナンスデーはちゃんと続けて。はい、はあ、ありがとうございます。また後でちゃんと持ったのりこさんの映像を撮るから、はい、終わったらね。こういうやつで撮ってます。動画、うん、こんな感じです。のりこさん漏れてます。漏れてますってで、エステが終わって帰ってます。はい、ということで次に向かったのは原宿にあるラディカルというサロンです。私がいつも傷んだ時にメンテナンスカットを行ってくれている場所でございます。はい、そして約2年ほど専属で担当していただいているオーナーのリュウさんです。こんなサラサラになったんだよ。あのアマゾンのライオンみたいな感じになってたのがすごいっすよね。で、抜けた毛がこんな感じで猫ちゃんみたいになってます。はい、ということで帰宅しました。ただいま。髪の毛生き返った。いやでもね、今日また私これをまた違う髪に、今日というか、まあ、今日ですね、もう今日上がる頃にははいしてきちゃうので、森崎の美容ではですね、松江区を、まあ、今回はボルドーとバイオレットがね何個かちょいと何個か入ってんのかなこれ、ん、はい、ボルドーがメインで入ってます。こんな感じでボルドーが入っております。ちょっとカラーエクステにはまってしまいそうです、まあ、こんな感じで、でこんな感じで、あとはまあまあまあボディは見せられないんですけど、ボディはあんな感じでした。今日はですね、松江区神エステ、いや今日はねなんかね打ち合わせだったり仕事だったり打ち合わせだったり、なんか神やってまつげやってなんかそのラフォーレ行ってとかなんかすごいいろいろやってたんですけれども、楽しい一日でございました。私毎月美容デーっていうのを作っていて、エステに行く日とまつげとエクステとメンテナンスカットっていうのは全部同じ日に詰め込むんです。朝の10時から松江区に行って、で12時からエステに行って、で終わってすぐに、ね、メンテナンスカットに行って、
でその後にエクステつけに行くっていう美容室の場所が違うんです。で私が行ってる美容室はあの原宿のラディカルというお店でメンテナンスカットはしていただいてます。でエクステはまた違う店になりますので、また今度紹介できたらなと思います。ということで皆さん、こんな感じでブログはもう一回言いますけど終了でございます。ではでは、せーのでおつわりを言ってください。せーの、おつわり。おやすみなさい。もうね、もう3時なの、寝ないとあと2時間しか寝れないんです。おやすみなさい。おつわりでした。ぜひ参考にしていただけたらと思います。ラディカル、あのアリシャの YouTube 見てよとか、アリシャの SNS 見てよとか言っていただけたら何かが起こるかもしれません。はい、バイバーイ。